島先生、島先生、それ変な本じゃないですか。気づきました。ください。変な本ください、今日の変な本は劇的瞬間の気持ち。劇的瞬間、まあもうタイトル通りですよ。はい、劇的瞬間に遭遇した人、体験した人の体験談を集めた本なんですけど、これはですね、意外と劇的瞬間が面白くてたくさんあって、落雷に直撃される雷ですね、はい、ナイアガラの滝を落ちるとか。え、ナイアガラの滝落ちる、落ちる、巨大ハリケーンに襲われる、生き証人って大丈夫ですよね。イタコか何かが呼んできたわけじゃないですよね。その死んだ人、それで死んだ人、実際体験、月面を歩くとか、お宝くじに当たるとか、はい、ヘロインでハイになるとか、うん、まあ、僕たち、まあ、架空のね出来事や人を描いたり、まあ、職業上しますけど、想像じゃないですか、言っても。ただ体験できないけど、実際に体験した人の話ってやっぱりそういう参考になるし面白い。エボラ出血熱に感染するとか、拒食症になるとか、多重人格になるとか、おでね、まあ、やっぱりそれぞれの体験もすごい面白くて生々しかったりして、落雷に直撃される人は、はいはい、これあのすごい好きなのは、落雷に直撃されて、まあ、一応生きてたと、頭ね8針縫わなきゃいけないんで8針多いんだか少ないんだか後遺症としては未だに足し算と引き算がうまくできない。お三角風や積分は問題なくこなせるのだが、足し算と引き算には全く自信がない。これね、フィクションで落雷に直撃されたら後遺症かけって言われて、はい、これって書けないじゃないですか、なかなか書けないですね。面白いんですよ、結構。あとひどい凍傷を負うとか、凍傷ってこの人は、はい、やばいっつって、あの自分で指をノコギリで切って、うん、辛いっていうのを書いてあったりとか、はい、その後助かったんで医者に行ったらすげえ怒られた、自分で切るのってとか、やっぱね、その体験のね、あの描き方がすごい面白い。宝くじに当たる、これ映画とかね、フィクションとかたまにありますけど、よく無双する誰でもいい人は、うん、みたいな。この人は6億円当たった、はい、何回も何回も数字を確かめて、椅子から立ち上がり歩き回ってまた座った。どうしたらいいのか全くわからない。自分の死亡記事を見たような感じと言ったらいいだろうか。比喩表現する余裕は後からでしょうけど後からでしょうけど振り返ってみればそうだった。で、どうしたかって、その後普通に仕事に行くと。あ、分かるな。いつものね、日常をこなしないとルーティーンで、ね、はい、で何をしても集中できないと。でしょうねだから単純作業をこなすことにしたと。ちょっとでも複雑なことは全部他人に任せたと。昼飯を食べるために一回家に戻るんですよ、はい、そしたら息子の一人がこう言った。パパ、ワシントンに住んでる人が宝くじの大当たりだってさ。おお。で、そのパパ、ああそうかい、でもパパじゃないよとだけ答えておいた。お、不自然な言葉を。息子二人が出て行った後、妻に向かって、実は僕なんだよと囁いた。妻はその場で青くなった。そしてその場に二人で座ってかなり長い話し込んだみたいな、なんかね、いいリアリティがあるんですよね、はい、いいな、うん、なんか比嘉先生はどうなんですか、劇的瞬間な気持ち。劇的瞬間なんかありますか、比嘉智也さん、劇的な瞬間。劇的瞬間ですか。劇的瞬間の多い人生を歩みたいと思っているんですけど宝くじに当たったりとか。いやないですよね。競馬に当たったりとか。競馬に当たることはあります。当たりですか。忘れもしない、一昨年の皐月賞ですよ。あ、この話長くなるんですよ。すみません、の劇的瞬間をください。僕の劇的瞬間、はい、あ、でも最初にシナリオで賞を取った時、はい、あの、まあ応募するじゃないですか。で1ヶ月後ぐらいに結果が分かると。その日は普通に過ごしてて、家でね、お昼頃に電話が鳴ったんですよ。この日ぐらいに連絡が来ますよ、最終選考通ってたの分かったんで、はい、この日ぐらいですよから、かなり早い日だったんですよ、それは。ただ全然関係ない日だったんだけど、その電話は、あ、多分受賞の電話なんだろうなって思って、電話に出たら受賞ですって言われて、あ、そうですかって。すごい冷静だった、その時は。だから感情の上がり下がりもなく、ああそうなんですねみたいな。で切って、ああそうだったんだなっていう感じ。意外と冷静な感じですよね。わーっていう喜びとかではなかった。